メガテラ広告。すべて今の年齢。俺、30代後半。有資格の自営業。嫁、30代中頃。専業。嫁父、50代。元公務員。嫁母、50代。専業。嫁姉、30代後半。子、10歳程度双子。嫁とは、取引先に出入りする業者の OL だった。当時はかかった俺は、顔とおとなしい性格に惹かれアタックし、付き合って2年で結婚の了承を得るために嫁実家へ。そこで嫁父から同居を勧められた。俺はもともと、飛行機の距離の島から大学で都会に出て、ある下町が気に入って、大卒後資格を取って自営業として開業。地域に根ざして、普段から自治会や夜回り地域の祭りへの参加等をさせていただくことで信頼関係を築いて、その結果、安定して収入を得られるようになって、嫁と結婚する覚悟ができた。このため、電車で 1.5 時間程度の距離とはいえ、現在仕事している場所を離れることはできない。そのことを何回説明しても嫁父はしつこかった。嫁父は公務員だったので、そのつながりから仕事を紹介してもいいと言い始めたが、それはありがたいけど、現在の顧客をまずは大切にしたいと訴え続けること数時間。現収入を開示し、これまで築いた関係がなければ収入もないこと、将来的に事業を広げられるような状況になればこの地域でも仕事を始めて、軌道に乗れば同居でもいい、と譲歩して嫁父はしぶしぶ了承した。この話し合いの間、嫁父以外は空気、嫁もほとんど口を挟まず、たまに、俺に、お父さんはこう言ってるけど、というだけ。嫁母はお茶を何回か出してきた。嫁姉は、最初はいたが仕事で途中で抜けた。遠距離出張で休日移動だったそうだ。結婚後、今までは自営の事務所近くのアパート暮らしだったが、利便性を考えて事務所から徒歩20分程度の駅前マンションを購入。嫁は、最初は働きたいと言って OL していたが、1年ほど経ったら急に仕事辞め、で私も資格を取って一緒に手伝いたいと言い出した。難関だがやる気は見えたし、夫婦でやれればより良いと思ったので、了承して専門学校に通わせたが、勉強中はほとんど家事を放棄。仕方ないと思いつつ、一時険悪なムードとなる。しかし一年もしないうちに授業についていけずに挫折、専業になった。嫁自身は、勉強している時よりも穏やかになって、夫婦仲は一時円満に。俺自身も、一時は夫婦の危機か、と思っていた状況から脱して、より一層嫁を愛し仕事にも励んだ。そのうち嫁は妊娠し、双子の息子たちを産んだが、その頃からおかしな行動をするようになった。俺の仕事が休みの日は、息子たちを置いて実家へ帰るようになった。最初は母親業を休みたいと言っていて、二人とも母乳だけではなく、ミルクも飲んだので了承していたが、子供がある程度動けるようになると、そのうち、平日も仕事場に子供を置いて、買い物や家で TV を見てるようになった。いろいろ話し合いしたが、とにかく男二人の面倒は見切れない、男の子なんだから俺に見てくれという。俺は納得できなかったが、子供のためにと事務所を近場移転し、で託児部屋付けの事務所に変えた。この間、月1ぐらいは俺も嫁と一緒に嫁実家に行っていたが、その時は嫁も素直に一緒に帰ってくれるのだが、嫁父や嫁母の引き止めはひどかった。車を運転するので飲めないと伝え、お酒は断っているのに、一度はお茶と言ってお茶の焼酎割りを出された。匂いですぐに分かって一口も飲まなかったが。そんなことを繰り返して、子供たちが3、4歳にもなると、嫁には全く懐かず、俺の方にべったりになった。嫁はそのうち平日も実家に帰るようになり、ひどい時は休日から次の休日まで1週間、ひどい時は2週間帰るようになった。さすがに仕事に支障が出始めたので、嫁実家にも相談した。最初は嫁母と話したが、本人が痛がるのでしょうがないと、拉致が開かない。嫁父は電話に出なかったので、嫁が1週間帰ってこなかった日に、連れ戻しも兼ねて、子供を託児所に預けて嫁実家に行った。嫁実家に着くと、外からでも聞こえる大喧嘩の声が聞こえる。どうも嫁父と嫁姉が怒鳴り合っているみたいだ。ちょっと躊躇して、数十分近くのコンビニで時間を潰して、再度行くと、声は小さくなっていたので、嫁実家のチャイムを鳴らした。玄関が開き、すぐに出てくる嫁姉とそれを止める嫁父。見てるだけの嫁母、嫁。俺さん、これから全部話すから、ちょっと出かけよう。何を言ってるんだ貴様。俺くん早く家に入って。と入っても、嫁姉と嫁父の壮絶な争いが玄関で繰り広げられているので、嫁実家には入れない。押し問答を続けていると、近所の人が通報したのか、警察が来て一応クールダウン。家の中で話し合うことになった。
嫁父の話を要約すると、嫁が実家に入り浸るのはお前が悪い。嫁姉は頭がおかしいので話は聞くな。嫁姉は鼻で笑って、最初から俺さんを騙してんじゃん。でも嫁姉が話すと、嫁父が遮って騒ぎ出すのは話にならない。嫁に話を振っても何も言わず、これでは話し合いにならないので、後日、各個人と話し合いたいというと、嫁父は、お前、嫁姉と浮気するつもりだろ。とんでもない話をし始める。嫁姉さんはすっと立ち上がって、わかった、私はもういい、前から話していたように家を出るから、もう縁も切るからそのつもりで。と言って部屋を出て行った。誰も追わないので、立ち上がって玄関まで追ったが、嫁姉さんは真剣な顔で、小さな封筒を渡して、俺に戻るように促した。封筒をジャケットの内側にしまって部屋に戻ると、嫁父が、ほら見ろ、怪しいもんだ。こういうことがあるから、早くこっちに引っ越して同居しろ。と言い始めた。俺自身は、すでに時間もだいぶ経ってて、子供の引き取りもあったので、その話は結婚前にしたはずです。嫁姉さんとは連絡先も知りませんし、会うのは嫁実家でだけです。今日は時間も遅いので嫁を連れて帰ります。と淡々と言って、嫁にすぐに荷物をまとめさせて帰った。嫁の本命は別の人で、投稿者を ATM に、かと思ったけど、最初から同居強制されてるしな。嫁父が父なのはわかる。嫁が何も言わないってのが不気味だな。嫁父と嫁の近親相、とか思ってしまった自分はゲスだわ。仲間、連れ子とか養女で、血縁関係なしでそう思った。自分も姉は父親、妹は母親の連れ子再婚で、父親が妹に手を出したのかと思った。近親相、のは違うと思う。母親がいるもの。世の中舐めたらあかんで。うちに帰る車の中で嫁と話した、が嫁は、子供が懐かない、男の子の育て方はわからない、私は役に立たない。という話を繰り返す。俺は嫁をまだ愛していたので、子供は一緒にできるだけいてあげよう。嫁は嫁なりの育て方をすればいい、俺のそばにいてほしい。という話をした。子供を託児所から引き取り、家に帰って、嫁に料理をしてもらって、それをみんなで食べた。嫁はここのところ家事をせず料理が下手になっていたが、それでも俺よりはうまかったし、子供も喜んで食べていた。食事後、珍しく子供が嫁にまとわりつき、嫁も笑顔で子供に付き合って、最後は嫁と子供は一緒に寝た。自分は明日の仕事の準備もあり、少し仕事するために事務所に行って書類整理をしていたら、嫁姉から渡された封筒を思い出した。中身は USB メモリで、事務所の PC で見ると、テキストと音声ファイルが入っていた。テキストには要約で、嫁父が考えている同居計画が書かれていた。俺が資格持ち自営業で同年代に比べそこそこ収入良いと知った嫁父、俺に同居させて家で仕事させ、事務所がいらない分、浮いたお金を企業心に入れさせる計画を立てる。最初に挨拶に行った時に揉めたが、将来は同居を勝ち取った、と高級会社をローンで購入。確かに結婚式前に購入してた。しかし一向にこちらに来る気配がない。そうだ、嫁に資格取らせればいいんだ。嫁を丸め込み、資格の勉強のため、仕事を辞めるに仕向ける。嫁の受験失敗で計画頓挫。しかし嫁から、俺の仕事が順調で年収も聞かされ、なんとか最初の計画をと考える。嫁妊娠出産、俺と嫁の関係も良好。そうだ、嫁を取り上げればいいんだ。で、嫁にいろいろと吹き込んで丸め込む。しかし一向に同居の気配がない俺。じゃあ平日も子供を俺に押し付ければこっちを頼ってくるはず。俺、託児部屋を事務所に併設。じゃあ嫁に帰らないようにさせよう。嫁にも協力させよう。そのうち音を上げて同居するはず、という計画だったらしい。音声ファイルには、長期計画を嫁と嫁母と嫁姉に自慢げに話す様子。失敗した時の俺や嫁への暴言。それを受け入れる嫁母と、同意する嫁。辞める嫁姉への恫喝などが録音されていた。嫁に対し、俺の事務所で働け。で金を握れ。その金を持ってこい。などという命令もあって、嫁は、わかった。としか答えていないが、嫁姉が反論する様子も録音されていた。最後に、嫁姉のメッセージが別のテキストにあって、俺的には衝撃的なことが書かれていた。あの家では、父親に反抗すれば飯抜きや経済的虐待が行われていた。嫁姉はたびたび父親に反論し、その都度飯抜きや給食費を納めないなどの嫌がらせがあった。
それを見て育った5歳ほど離れている嫁は、従順に父親に従っていた。嫁姉は父親に対抗するため、小学生高学年から柔道を習っていた。費用は出してくれなかったが、筋が良かったため親戚の警察官が警察署の道場に通わせてくれた。嫁姉が高校生1年の時、嫁姉は嫁父に襲われかけた。もちろん性的な意味で。ただし鍛えていた嫁姉は撃退し、それ以後襲ってくることはなかった。その分嫁父の嫁を見る目、態度が怪しかったので、嫁にも柔道を勧めたが、親の反対で嫁が諦めた。嫁姉は高校卒業後、就職しと、2角貯金した、いつか嫁実家から嫁を連れて逃げるため。しかし従順に育ちすぎた嫁は、父親に反抗することを知らず、あくまでも従順だった。嫁、高校生の時に嫁父に襲われていると思う。証拠がない。嫁姉が家にいるときは、嫁は嫁姉に寄り添っていた。だから自分も嫁と一緒に家にいた。そんな嫁が、好きな人がいる、交際を申し込まれている、といったときは本当に驚いた。最初の頃のデートのとき、実は近くで見ていた。変な奴だったらすぐにでも嫁を助けるつもりだった。同居の計画を嫁父が出したとき、強く断っていた俺を見て、この人なら大丈夫だと思ったが、嫁父の執着を見て、将来のために証拠を残そうと思った。今、おそらく嫁は、私がいないところで襲われているかもしれない。早く嫁を助け出してほしい。嫁姉は、何があっても自分で自分を守れるようにしている。だから嫁の心配だけしてください。そしてどうしても信用できなかったら、嫁姉の勤務先の代表電話に、特定の偽名で公衆電話から電話するように書かれていた。信用はできたが、いくつか質問と確認もあったので数日後に電話をかけた。嫁姉はいくつか補足してくれた。なぜ公衆電話から偽名で、というのも教えてくれた。見えている範囲では大丈夫だと思うが、事務所は、すでに盗聴器があってもおかしくないと言われた。偽名にしたのは、俺が公衆電話でかけなかったことも考慮してのことだった。そして落ち着いて、覚悟を決めたらもう一度連絡をしてほしいと言われた。あの日以来、嫁は実家に帰りたいとは言わなかったので、家にいるようになった。少しずつ、少しずつ話をした。俺も、今まで俺に見えている嫁にしか興味がなかったことが分かった。騒動から1週間ほど経った時、俺が家に帰ると、嫁が息子たちと心から笑い合っている、そういう光景が見れた。初めて見る嫁の笑顔に見えた。俺は号泣した。その夜、嫁から告白があった。過去のこと、父に逆らえなかったこと、姉が守ってくれていたこと、そして襲われたこと。その後も、姉が守ってくれている時は大丈夫だったが、姉がいない時を狙って、父に襲われた。その度に、父親には逆らうことができない、と思い込んでいた。男性も怖かったが、俺は最初仕事の関係であった時、不思議と怖くなかった。俺から告白されて、本当に嬉しかったけど複雑だった。でも嫁姉が後押ししてくれて、付き合って本当に楽しかった。ちょうどその頃は、父が出向したこともあって、家にいないことが多く、襲ってることはなかった。しかし出向が終わり父が家に戻ってきた。嫁にとっては恐怖そのものだった。そんな時に、俺からプロポーズされ、もうこれにしがみつくしかないと思った。最初の挨拶の時に、父が同居を言い出した時は呆然としていたが、毅然と反論する俺に、安心してついていこうと思った。結婚生活は楽しかった。父が、資格を取れ。と言い出すまでは、取らなければ、過去のことを俺にバラす。とまで言われた。従うしかなかった。本当は止めて欲しかったけど、俺も応援してくれたので必死に頑張った。でも、ダメだった。けど、これで実家に帰らずに済む、とほっとした。俺との生活が、とにかく楽しかった。妊娠し、双子が生まれたことも本当に嬉しかった。嫁父も、最初は孫を可愛がる姿を見て安心した。父も変わってくれたのだと。しかし父は、そんな俺や子供たちから、私を引き離そうとし始めた。怒鳴られ、脅され、毎週末帰るように言われ、しぶしぶ帰るしかなかった。ただ、休日だったから、姉に応援を頼んで、なんとか大丈夫だった。そのうち、姉は実家に戻って暮らし始めた。多分私を守るためだった。今度は、平日も、育児も家事も放棄して、俺に子供を押し付けろ。と言われた。いつものように脅され、そうしたら、俺は事務所に託児部屋を作った。この時ほど、絶望を感じたことはなかった。
自分が悪いと思っていても、俺までも子供から自分を引き離そうとしている、と思った。だったら父と一緒でもいいから、実家で俺と子供と暮らす方がマシに思え、父に協力し始めた。そしてある日の夜、父が〇〇てきた。ドアの前に大きな荷物を置き、入りにくいようにしていたが、ダメだった。諦めたその時に、物音で察知した姉が部屋に入ってきた。また姉に助けられた。それからは姉と一緒の部屋で寝泊まりし、なんとか自分の身を守った。俺が嫁父と嫁姉の喧嘩の現場に行ったあの日、姉は父に、いい加減嫁を解放しろ。と、言っていたところだったらしい。もちろん父は怒り喧嘩になった。そこに現れたのが俺だった。あの日帰ってから、私を受け入れて、いつも以上に優しく受け入れてくれる俺に接して、嬉しい反面、おそらく姉から何か聞いたんだと悟った。それでも受け入れてくれる俺と、食事を美味しい美味しいと食べてくれる息子たちに癒され、何度も隠れて泣いた。私はずっとここにいたいけど、すべて俺に話してしまわないとダメだと思っていた。俺たちは一晩中話して、何度もお互いに泣いた。朝、息子たちが起きてきた時は、すごい顔だったようだ。息子たちは言った。お父さん、お母さんいじめないで。で、嫁は再び号泣し、俺も泣いた。息子たちも、わけもわからず泣いてしまった。喧嘩していたんじゃなくて、感動していたんだよ、と話した。その日は仕事を臨時休業にして、家族でゆっくり過ごした。そして俺は決心して、嫁姉に連絡を取った。拍子抜けするかもしれないが、その後は、嫁姉にすべて任せるだけだった。嫁姉は、嫁父の異常な同居計画だけではなく、仕事での横領も証拠をつかんでいた。それを告発し、嫁父は逮捕され、仕事はクビになった。全国紙の地方欄に掲載された。この結果、嫁両親離婚した。嫁母は、嫁姉が弁護士をつけて、慰謝料をぶん取って、地元へ帰っていった。嫁父は、懲役には行かずに済んだが、すべてを失った。最初は親戚を頼ろうとした、が俺様目線で助けろと言っても、誰も助けない。その結果、今は、嫁父の母の地元とかいう場所に引っ込んだらしい。その後、俺と嫁と息子は穏やかに暮らした。本当に仲の良い一家だったと思う。残念ながら、嫁との幸せは数年しか続かなかった。嫁が事故で亡くなってしまったからだ。俺は、一時ひどくひどく落ち込んだが、周囲の支えもあって1年ほどかかったが立ち直った。仕事は、その間取引先に迷惑かけたこともあったが、なんとか持ち直し、今は順調そのもので2人の従業員を雇うまでになった。そのうちの1人は、取引先のご子息で、迷惑かけた取引先に、今は俺が苦しんでいるからなんとか協力しようと説得してくれて、取引をつなぎ止めてくれた。本当に周りに助けられた。もう1人は嫁姉。様々な面で手助けしてくれたけど、そのことも一因で、職を失った嫁姉に事務を引き受けてもらっている。そして今、嫁姉がそのスタッフと付き合っていて、もしかすると結婚するかも、という相談を両方から受けている。嫁が残してくれた息子たちと共に祝福できればと考えている。先日、嫁父から手紙が届いた。内容は尻滅裂だったが、要約すると、俺がそっちに行って同居してやってもいい。そっちまで行くから、迷惑料と交通費として〇〇万円、すぐ送れ。という内容だった。もちろん弁護士さんにお願いして警告をしてもらった。一応、手紙の最初には、あの時は俺が悪かった、もう時間が経ったから時効だろう。というような謝罪の言葉もあったが、これもロミオメールというのだろうか？嫁の命日が近くになると、いつもこの男がこうして手紙をよこしてくる。おそらく狙ってやっていることだろう。こっちも調べ、ほとんど親の遺産を食いつぶして困窮していることや、近所に威張り散らしたせいで村八分状態だということは知っている。いつか息子たちが独り立ちしたら、自分の手で決着をつけようと思う。もちろん犯罪はしないが、さらなる地獄を見せてやりたい。それまではこの男のことを思い出すたび、俺の心の中は修羅場のままです。今回なぜこれを書こうかと思ったかというと、ここに書くことで自分の抑止力にしたかったことと、昨日が嫁の命日で、いろんなことを考えて、このことをどこかに残すために書きたかったからです。嫁母は全部知ってたんだよな。おそらく知っていたかと思いますが、我々には知らなかったと言っていました。共依存というやつですかね、夫の言うことに従順でした。詳しい経緯は知らないですが、嫁姉から何度も説得されて、やっと目覚めて離婚だったようです。では長々と失礼しました。おつ、しかしひでえ親だな。おつ、
今からとんでもなく幸せになる呪いをかけておく。フンジジイは病気や犯罪に巻き込まれて地獄の苦しみを味わうように願っておく。もう過去は振り返らん方が良い。あなたと子供たち、嫁姉が幸せになりますように。ジイが奈落の底に生きながら落ちますように。本当に本当に心から落つ。それしか言えない。苦しんだ嫁さんが創生するとか、この世には神も仏もおらんのか。嫁父が50代ですでに公務員を退職してるのが変だなぁと思っていたけど、まさかここまでハードな内容とは。嫁父への復讐のためだけに、お子さんたちを泣かせるようなことは絶対にしないでください。どうかお願いします。そうだね、極力クズには構わず、子供をはじめ大切な人のことだけを考えた方がいいね。ゴミに時間や心を費やすのはもったいないからね。頑張ってください。嫁姉、すげえ。なんとかして妹さんを守りたかったんだろうな。本当にオツでした。過去は忘れて幸せになれ。っていうのが正しいのかもしれんが、しなきゃ晴れない無念もあるよな。じっくり知恵と時間を使って、思いっきり地獄見せてやんな。もちろん、お前さんが不幸になっちまったら、最高の復讐にはならんからな。